解とは、律令制において、下級の監視より上級の監視に当てて提出される公文書のこと。公式例にその書式が定められており、冒頭に、解されそのことと記し、内容を記載後書き留めとして、大上官宛であれば、近海、それ以外の監視であれば、異界と記してくくり、その後に年月日、上進者と、その所属監視を構成する全員の官位生命を、 記載することになっている。ただし、公式例に規定された会の書式は、党の律令法では、詩と呼ばれる書式に相当し、日本の公式例では差しを採用せずに会に差しの機能を持たせたと考えられている。さらに時代が下るにつれて公式例で規定された他の上新文書で書かれるべき事案についても会によって作成されるようになっていった。なお、 東京都稲城市大丸にあり、奈良時代に、武蔵国分寺と武蔵国府の屋根瓦を製造していた、河原宿鎌跡から出土した、方形線の一つに、鎌田郷町近海猿、武蔵国江原郡と読める文字が酷書されたものがあり、これは、現在の東京都大田区鎌田付近にあった、鎌田郷の郷町が、現在の品川区、大田区付近にあり、上級町にあたる江原郡の郡画にあてた階の一部と、 見られている律令制においては官司の上下関係は明確であるため下位の提出先である上級官司はおのずから定まっており左出所である下級官司の名称は記載されていてもずつところである上級官司は記載しないことになっていたただし例外として人議官と大上官の間では人議官が大上官側に会を出すことになるまた、本来は。 両下官や自社より大上官に上申する場合には長が用いられ、個人が役所に出す文書には字などが用いられていたが、後にはこれらの文書も一括して、会として処理されるようになった。さらには民間も含めて会社から上位者に出す文書はすべて会と称されるようになるが、これは律令制以前においては上申はすべて口頭で申すことを原則としていたが、 会の書式がその手続きをそのまま文書化したための名残が反映されたものとも言われている。渡辺茂、日本古代文書研究史文学出版。2014年 ISBN 978から4から784217151第7章。上新文書、発掘された河原屋ドカマート。稲城市。2019年12月23日閲覧。石棺政治期には、 ダザイフや道の区、では両国の国府からの会は、軍事、外交に関わる事柄であることが多かったため、大上官宛ての会であっても直接接官が内乱、決裁する慣例があったとする研究もある。ISBN 978から4から634523654。ありがとうございます。